こんにちは、東武特急スペーシア X として走っている東武 N100系です。こんにちは、東武特急リバティとして走っている東武500系です。こんにちは、小田急7万型ロマンスカー GSE です。こんにちは、ラビューとして走っている西武001系です。こんにちは、近鉄2万2000系エースです。こんにちは、近鉄2万2600系エースです。こんにちは、近鉄1万2410系サニーカーです。こんにちは、近鉄3万系ビスタ EX です。こんにちは、近鉄2万3000系伊勢志摩ライナー赤色です。こんにちは、近鉄2万3000系伊勢志摩ライナー黄色です。こんにちは、近鉄2万1000系アーバンライナープラスです。こんにちは、近鉄2万1020系アーバンライナーネクストです。こんにちは、近鉄5万系観光特急しまかぜです。こんにちは、近鉄8万系名阪特急日の鳥です。今回は埼玉県越谷市のイオンモール越谷レイクタウン店の森エリアにある猫カフェモカ越谷レイクタウン店に行ってきました。 JR 武蔵野線の越谷レイクタウン駅からイオンモール越谷レイクタウン店の風のエリアを経由して森のエリアに行きます。入場料は平日は200円、土日祝日は250円です。長時間でいる最大料金は平日は2400円、土日祝日は2700円です。猫カフェではレシートをなくさないようにしてください。猫の餌やりするときとお会計のときに使います。猫カフェでは土足禁止なのでスリッパに履き替えてください。靴と大きい荷物はロッカーに入れてください。猫のエリアに入る前は感染症予防のため手洗いをしてください。ドリンクを買うときは猫が倒すので蓋をしてください。飲み物は自由に選べます。猫のエリアに入ります。猫が逃げるのを防ぐため猫のエリアのドアは必ず閉めてください。猫のエリアに入ると可愛い猫が待っています。可愛いだにゃん。チャトラ猫がいるやねん。でも逃げられちゃったやねん。22600系くん、違う猫を探すやで。この猫が寝転がっているところは可愛いにゃ、癒されるにゃ。左右に寝転がる猫は可愛いにゃ、癒されるにゃ。近鉄5万系さん、越谷レイクタウンの猫カフェは楽しいですか？東武N100系さん、本物の猫に会えて楽しいです。さっき毛足の長い猫がこっちの方を向いていましたが違う方を見ているやねん。3万系先輩、毛足の長い猫が逃げようとしているやねん。これからどこへ行くやねん。近鉄8万系さん、毛足の長い猫が毛づくろいしていますね。とても可愛いです。小田急7万型さん、ほんまに毛足の長い猫が毛づくろいしているやねん。ここに行けて大きに。ここにシャム猫がおるやねん。ほんまにシャム猫が寝ているやねん。シャム猫の上にはチャトラ猫が寝ています。とても可愛いにゃ、癒されるにゃ。この白猫可愛いにゃ、私の方を見ているにゃ、可愛いにゃ。この白猫は可愛いですね、癒されるにゃ。猫カフェは最高にゃ。白猫は可愛いですね、私の方を見ているところが可愛いですね。でも逃げられちゃいましたね。他の猫を探しましょう。毛づくろいしている毛足の長い猫がいるやねん。可愛いやねん。毛づくろいしている毛足の長い猫がいますね。とても可愛いですね、癒されます。私の方を見ているチャトラ猫は可愛いにゃ、癒されるにゃ。チャトラ猫が私の方を見ているやねん。めっちゃ可愛いやねん。近鉄2万2600系さん、チャトラ猫が僕の方を見ていますね。可愛いです。ほんまに可愛いやねん。東武500系さん、一緒に行けて大きに。本棚の近くにも毛足の長い猫がおるやねん。とても可愛いやねん。めっちゃ癒されるやねん。座っている毛足の長い猫はめっちゃ可愛いやねん。ほんまに行けて大きに。ここに座っている毛足の長い猫がおるやねん。めっちゃ可愛いやねん。毛足の長い三毛猫は可愛いですね、癒されます。毛足の長い三毛猫が僕の方に似ていて可愛いですね、癒されます。毛足の長い三毛猫は可愛いですね、楽しいです。こんにちは、京阪特急で走る京阪8000系です。よろしくお願いします。京阪8000系さん、ついに初めて京阪電鉄の車両が来ましたね。僕は西武001系ラビューです。よろしくお願いします。僕は京阪8000系です。西武001系さん、よろしくやねん。チャトラ猫が僕の方に見ていてほんまに可愛いやねん。ほんまや、本物のチャトラ猫は間近で見るのはめっちゃ楽しいやねん。あそこに毛足の長い猫がいて可愛いにゃ、
毛づくろいしているにゃ。ほんまに毛づくろいしている毛足の長い猫がいてめっちゃ可愛いやねん。頭部500計算、灰色の毛足の長い猫がおるやねん。ほんとだ、毛足の長い灰色の猫は可愛いですね。毛足の長い灰色の猫は可愛いですね。頭部500計算、癒されます。チャトラ猫が驚くような顔をして僕の方に見ていて可愛いですね。チャトラ猫は私の方を見ていますね。可愛いにゃ、癒されるにゃ。頭部500計算、ついでにキシトラ猫も見ました。とても可愛いにゃ。私の方を見ているにゃ。キジトラ猫がおるやねん。なんか睨んでいるやねん。睨んでいるけど違う方を見ているねん。白と黒の毛足の長い猫がいて可愛いにゃ。違う方を見ているにゃ。毛足の長い三毛猫が逃げようとしているにゃ。可愛いにゃ。毛足の長い三毛猫だにゃ。逃げようとするにゃ。毛足の長い三毛猫がおるやねん。逃げようとするねん。毛足の長い三毛猫が逃げようとするねん。近鉄3万系やで。近鉄12410系やで。私の方を見てください。よろしくやねん。頭部 N100 系だよ。私の方を見てください。よろしくお願いします。可愛い猫がペロペロ舐めています。可愛いですね。確かに可愛いやねん。この猫はキジミケ猫やねん。キジミケ猫はペロペロしているところはほんま可愛いやねん。キジミケ猫はめっちゃ可愛いやねん。癒されるやねん。ほんまに可愛いキジミケ猫がペロペロしているところは癒されるやねん。キジミケ猫が毛づくろいしながらペロペロしているところはやっぱり可愛いにゃ。癒されるにゃ。チャトラ猫が外を眺めていますね。このチャトラ猫は越谷の空を見たいでしょうね。チャトラ猫が寝転がって越谷の空を眺めているのは可愛いですね。もう一匹のチャトラ猫はどこへ行くのか。行っちゃいましたね。階段からシャム猫みたいな猫が降りてきましたね。キジトラ猫も階段を降りてまた毛足の長い三毛猫がいましたね。チャトラ猫が肉球を見せているにゃ。とても可愛いにゃ。猫の肉球は可愛いにゃ。チャトラ猫が肉球を見せているにゃ。すぐに寝てしまって寝ているところが可愛いにゃ。近鉄23000計算、チャトラ猫が肉球を見せているところは可愛いですね。癒されます。今チャトラ猫がにゃって鳴いていましたね。とても可愛いにゃ。キジミケ猫が隙間におるやねん。めっちゃ可愛いやねん。めっちゃ肉球を見せているねん。キジミケ猫は可愛いやねん。キジミケ猫は肉球を見せていて猫パンチしちゃいそうでめっちゃ可愛いやねん。癒されるやねん。シャム猫みたいな猫が僕の前に来ました。とても可愛いです。ソファーの上に立っている猫は可愛いですね。癒されます。ソファーの上を歩いている猫は可愛いやねん。ほんまに可愛いやねん。ソファーの上を歩く猫は本物のペットの家猫みたいやねん。癒されるやねん。本物のペットの家猫みたいで可愛いです。とても可愛いです。ついでに白と黒の毛足の長い猫は可愛いです。癒されます。白と黒の毛足の長い猫は可愛いにゃ。あそこに毛足の長い猫が私を見ているにゃ。可愛いにゃ。まるで百獣の王ライオンみたいな毛足の長い猫やねん。驚くような顔している毛足の長い猫やねん。めっちゃ可愛いやねん。毛足の長い三毛猫がガムテープを噛みちぎっていますね。とても可愛いです。毛足の長い三毛猫がガムテープをガジガジ噛みちぎるところが可愛いですね。面白いですね。あそこにシャム猫と毛足の長い猫がいます。毛足の長い猫が寝ているキジミケ猫を起こそうとしています。毛足の長い猫がキジミケ猫を起こそうとしているところが可愛いにゃ。ふみふみしていて可愛いにゃ。ふみふみしている毛足の長い猫はめっちゃ可愛いやねん。ついでにシャム猫みたいな猫がふみふみするねん。シャム猫みたいな猫が寝床をふみふみしているやねん。めっちゃ可愛いやねん。最後はシャム猫みたいな猫が寝床をふみふみしているところで終わりにするやねん。シャム猫みたいな猫が寝床に寝転がりましたね。可愛いにゃ。癒されるにゃ。毛足の長い猫と毛足の長い三毛猫で終わりにするにゃ。猫カフェは楽しかったです。本物の猫に会えて楽しかったです。癒されました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 X のフォローもよろしくお願いします。それではまたね。